こんにちは、速稼塾の久保でございます。今度の衆院選、結構面白くなりそうだなと思いますね。その一つがですね、旧 N 国党の立花隆さんなんですけども、諸派党構想っていうのを立ち上げました。今までなんでこれをね、言い出した人がいなかったのかぐらい不思議なことなんですけども、でもこうやってね、いろんな考えはあるけれども、まずはね、自分の政党助成金を取り入れることによって活動を続けていく地盤を作るのが大事だって私も思うんですよ。ですんでね、それを立花隆さんが自分の国政政党としての立場をね、惜しげもなくもう分配してくださるっていう、この諸派党構想ってすごくいいと思うんですよ。そのおかげで今回撃退系 YouTuber の令和たけちゃんがこれに参加する意向を示してるわけですよ。私はね、ぜひ参加してほしいなと思います。プラスですね、明日の話題さんとかも、あんな影響力のあるね、チャンネルの方がやっぱりね、選挙に出てくださるっていうのも、これも大きいですよね。また他にも、この N 国党のね、立花隆さんの意向を受けて、あそこですよ、オリーブの木、ピープルパワー TV 翼の党ですか、黒川敦彦さん、こちらの方も N 国党に、合流する形といいますかね、諸派党に入ることによって自分のまた主張したいことをこれからも続けてくださるっていうのはとってもいいことだと思います。この黒川敦彦さん自身が、お話してましたけども、あと10ヶ月で我が党の資金はショートすると現実的なことを言われてましたよね。ですので私はね、ここはね、小さくないかもしれませんけども、意見の相違を乗り越えて、まずは国政に声を届けると、国民に声を届けるというのを最優先するべきだと思うんですよ。そしてですね、戦う地盤が整った後で野党同士でいろいろと意見を組み交わせればいいんですよね。だから小競り合いをやってる場合ではないっていうのは本当その通りで、まさに小さい声をまず結集して大きな流れにしてね、その中から政治って生まれると思うんですよ。考えてみると、自民党って多くの方から批判をされてますけども、自民党のいいところっていうのは、いろんな考え方がある人を取り入れてるってところなんですよ、自民党という一つの器に。でも他の野党っていうのは、自分たちの考えに賛同しない人は跳ねのけるわけなんですよね。だから分裂してるんですよ。自民党っていうのは、いや、いろんな意見があってもいいよと、だから派閥ができるんだよと、だから思想の違いができるんだよと、ね、例えば財務省みたいな見解も、麻生財務大臣みたいな見解もあれば、真っ向から反対する安藤博さんとか西田昌司さんみたいな方もいらっしゃるわけですよ。でその党内でね、あれこれ起きるから、党内で牽制し合うから面白いんですよね。うかうかしてられないと、お互いに。でそういうところがあるんじゃないですか。だからこそリークも起きるし、政府関係者っていう証言をすることによって、現政権にちょっとね、不利な発言をする人も匿名で出てくるわけですよ。それがすごくいいところなんですよね。だから私はね、令和たけちゃん、そして明日の話題さんとかね、黒川敦彦さんが今回の諸派党構想に合流するのはとっても理にかなってると思いますし、さっきちょろっと名前出ちゃいましたけども、山本太郎さんの令和新選組も、もうね、そういうこだわりを抜けて、まずは声を届ける人、声を国民に届けるという、そちらを大優先すればどうかなと思うんですよ。その後でそれぞれの主張を唱えればいいんじゃないかなと思いますけどもね。いや、本日はそういうふうに思いますけど、皆さんいかがでしょうか。当然私も見学してるだけではなくて、諸派党構想に乗っかっていきたいなと思いますけども、いかんせんね、私は YouTuber としての影響力はまだ一桁ほど少ないんですよ。少なくとも10万人突破しなければなかなかね、でも1万人2万人でも使ってくれるとは言ってますけども、ちょっと今んとこね、その辺うまく調整できないところですね。立花隆さんの諸派党構想、令和たけちゃん、明日の話題さん、翼の党、いいんじゃないですか。とってもいい、私はもうこれを待っていたっていうところですね。いってらっしゃい。